そうですね、最初はやっぱ100名ほどゲストは、来ていただく予定でいましたけども、うん、まあ、やはり、まあ、テーブルの座席を間隔空けたりとか、うん、まあ、それぞれ反応も伺いながら、まあ、最終的にはゲストも絞る形で、うん、まあ、縮小での会にはなりました。今日のお式がだいたい40名様ぐらいのお式だったかと思うんですけれど、すごくアットホームで、まあ、素敵なお式になったんじゃないかなと思います。皆様からは温かい言葉をたくさんいただいて、コロナ禍で心配なことはたくさんあるんですが、まあ、キャメロットヒルズさんの方にもたくさん対策をしていただいたり、私たちの方でも一人一本消毒を準備したりとか、マウスシールドとかを購入したりして一応万全の準備をして臨んだので、皆さん、ね、来ていただけることができました。一瞬でしたねすごい楽しかったのも、みんなすごいいろいろやってくれて喜ばせてもらったのもあるんで、まあ、特に知らなかったので、このドレスは、ドレスの色が内緒だったんですよね。僕としても本当一瞬でしたね。友人代表スピーチは、3日前に急遽、はい、主賓が来れなくなってしまったということで、友人に頼んだんですが、快く引き受けてくれて、心温まる言葉をいただけたので本当に嬉しかったです。すごい素敵なスピーチでしたね。私もこのコロナ禍で結婚式をするということで本当に迷いもあったし、皆さんに不安な思いをさせてしまったっていうところは、あったんですけども、本当に一日最高に楽しくって、もう、ね、人生で一番幸せな日になったので、まあ、対策をした上でやることはとってもいいと思うので、はい、皆様にも幸せなお式にしてほしいなと思います。僕たちも正直すごく苦労はして、まあ、親族間への説明だったりとか、まあ、実際来てほしい方が来てくれないとか、まあ、人数確定してからさらに10名ほど減ったりと、まあ、本当苦労を数えればキリはなかったですけど、ただやっぱり自分たちが信じた日程とか調整したところで、まあ、やりきって、で今終わってみて思うのは、終わったっていう安心感ではなくて、やってよかったっていう気持ちしか思わないんで、もうやっぱりそれはちゃんと対策とかは前提ですけど、まあ、親族にちゃんと説明責任、まあ、説明できればやりたい時にやっちゃっていいと思います。ありがとうございます。素敵なご感想いただけてとってもありがたく光栄に思っております。今日一日本当におめでとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。